おはようございます。はい、というわけで本日は8月27日の土曜日でございます。明日の全日本マスターズボディビル選手権大会1日前となりました。よいしょ。はい、来ましたね、この日が。明日の大会に向けてですね、この夏をかけて調整してまいりました。今回はですね、自分の中ではですけれども、過去で一番筋肉に張りがある状態で絞れたんじゃないかなと思っております。サイズだけで言いますと去年の夏の方があったとは思うんですけれども、今年に入っていろいろとね、忙しくさせていただきまして、トレーニングができない中もあったり、アメリカ行ったり大会挑戦したりといろいろありました中にはですね、そんな中では筋肉の張りは残ってるし、絞り具合もいいと思います。というわけでちょっとね、こんな感じというのはまずは見てもらいましょうか。まあ腹筋はね、こういう感じでいい感じで絞れてますよね。そして胸のあたりとか肩のあたりもまあいい感じで、はい、カットは出ております。背中が見えにくいか。はい、背中こういう感じですか。ちょっと見えにくいですけども、はい、というわけでね、今こういう感じでございます。もちろんね、明日にベストを持っていきたいんですよ。というわけで今日はですね、少しずつ炭水化物、主にお米ですけれども、食べていきながら水分を抑えていきたいと思います。と言いますのも、体脂肪がいくら薄くなってカットが出たからといっても、そこにね、皮膚の下に水分が入り込んでむくんだ状態になると綺麗なカットは出ない。しかしパンプアップして血管を浮かして筋肉を張らしたいんで、当日の何時間前からには水分も塩分もしっかりとっていくという感じですね。あんまり極端なことはしないですけれども、今日はちょっと水分を控えて塩分もやや抑え気味にして明日を迎えたいんですけれども、私の大会の出番の時間が午後からになりますので、その辺もちょっと時間を逆算して考えていきながら調整していきたいと思います。さあ今日はですね、この後ザ・オンラインフィットネス、土曜日朝から生配信でトレーニングがありますので、それをやって空港に向かって函館に入りたいと思います。さあそれでは今からザ・オンラインフィットネスに行ってまいります。はい、というわけで皆さんおはようございます。おはようございます。さあ今羽田空港に到着しました。今から函館に向かいます。うわ、空港はやっぱりね、美味しいものいっぱいあってテンション上がりますね。うわうわ、美味しそう。さあ今中に入ってまいりました。おそらくですね、全日本マスターズに出る選手の方々だと思うんですけども、異様にですね、肌が黒くてマッチョな40代以上だなという方がたくさんいますね。同じ函館行きの便に乗るんじゃないかなと思います。よって今この羽田空港、40歳以上に限っては都内ではですね、一番マッチョが集結しているそんな場所になっていると思います。うわー、やっぱり空港にはめちゃくちゃ美味しそうなものがありますね。うわー、タルタルソース、これエビカツ、うわー美味しそうです。もうちょっとの辛抱ですけれども、今函館の空港に着きました。いや、涼しいですね。めちゃくちゃ気持ちいい気候です。湿度もなくてね、カラッとした感じでございます。天気はやや曇りぐらいな感じですかね。さあ今からホテルの方に向かいたいと思います。さあホテル到着しました。ただいまチェックインしまして部屋の方入ってきました。ザ和室です。はい、こちらね、お布団敷いてもらって寝るようなザ和室ですね。いいですねこれね、雰囲気。さあこの後ですね、私は会場の方に向かいまして、カラーリングとなっておりますので準備をしたいと思います。
はい、今からリングに行って戻ってまいりました。街中を歩いてましたらですね、美味しそうな店ありましたね。お寿司屋さんも多いですし、ジンギスカンもありましたし、ラーメン屋もありました。函館のラーメン美味しそうですね。しかしですね、まだまだ油断はできませんので食べることはできません。今日はですね、炭水化物で言いますと、ご飯お茶碗3杯ぐらいですかね。あとはまあいつも通りの鶏の胸肉とかツナ缶とか卵とか野菜もちょっととか、そういう感じでございます。そしてね、水分を抑え気味にしておりまして、これペットボトルなんですけどもねペットボトルなんですけどもねっていうか500のペットボトルなんですけれども、全然飲んでないです。これ朝からです。これプラスブラックコーヒーをちょっと飲んだかなっていうぐらいで、まあもちろん食べ物からも水分が入っているので全然取ってないことはないんですけれども、ちょっと自分でもびっくりするぐらいあんまり取ってないですね。今日朝体を見ていただきましたけれども、この1日水分の調整をしてもね、どんな感じになるかというのをチェックしていきたいと思います。おそらくね、顔の感じでもね、今までで一番絞れてるかなとは思うんですよ。はい、あ、色もいい感じですね。はい、こういう感じですね。さあ、いいですね。はい、あ、いい感じ仕上がってますね。こういう感じになりました。前回のね、7月18日の東京マスターズ選手権では、お尻もね、なんとなくパリッとしたいっていうことだったんですけど、で、なかなかできなかったと。それはね、やはり減量の期間が短かったっていうのもあるんですけども、今回はね、お尻の感じもちょっとだけパリッとして、いい感じになっております。こっからですね、まだまだ明日、大会の僕の出番が午後からになりますので、朝起きてからしっかり食べて、で、水分をちょっと調整しながら、塩分も少しずつ入れていく。そして、筋肉に張りをね、パッと持たして、最後の調整頑張っていきたいと思います。今回のこの全日本マスターズ選手権で、僕のですね、今年の大会出場は最後になります。よってね、今年の夏も思い出といえば、毎日毎日同じものを食べて、ノンオイルのツナ缶食べて、鶏の胸肉食べて、野菜食べて、代謝が下がって手足が寒い、そんな夏の思い出でございますけれども、これをですね、明日全て出せるようにですね、最後の最後の調整頑張っていきたいと思います。これもですね、頑張ってこれたらもう本当にいつも YouTube、SNS もそうですけれども、見ていただいている皆さんが温かいコメント、応援のコメントをいただいているおかげでございます。改めましてありがとうございます。なかなかね、運動が習慣がつけれなかった、ダイエットできなかったっていう方が、僕の YouTube とか見ていただいて、モチベーションアップして頑張れるようになりましたとか、そういったね、嬉しいコメントを本当にたくさんいただいております。それによって僕はまた頑張ることができて、またその頑張りを誰かが見てくれて、その方も頑張ることができると、そういう風にね、繋がっていけばいいなと思います。さあ、今日はこのままゆっくり休んで明日を迎えたいと思いますので、皆さん明日の結果を楽しみにしておいてください。それでは最後はここで締めたいと思います。いきましょう、せーの、パワー。